にちは、こんばんは、ゆうころです。今日は最高レアキャラクターにふさわしいイシスネフティス使っていこうと思います。まあグラフィックがめちゃくちゃ綺麗なキャラクターなんでね、すごいそれも特徴ではあるんですが、このキャラバインドスキブ4に封印指、回復努力を回復 LG4 つに十字プラスみたいな感じでサポートアークで使うことができます。はい。でスキルもね、こちら消せない場合の覚醒無効 HP 全回復3ターンヘイストスキル進化で、その後消せない場合の覚醒無効全回復1ターンダメージを激減、水手闇の攻撃力5倍か6ターンで使えます。これほんと強くて、消せない場合の覚醒無効回復はもちろんのこと、ダメージ激減、そしてエンハンス要因でも使えるのが6ターンなんで、いろんな要因で使えるんですね。さらに、まあ、サポートアークとしての覚醒も持ってくれているので、まあ、現環境サポートアークにおける、まあ、本当にね、ラクスと差別化できるレベルのぶっ壊れキャラになっております。なんで今日はそんなイシスネフティスがね、もう耐久、消せない場合の覚醒無効回復、エンハンスと、非常に多くの役割をこなしてくれるので、今日は最強サポートで使っていこうと思うんですが、なんと今回、リーダーで使っていこうと思います。で、今回、織姫飛行士使うんですが、リーダーがね、3色同時ダメージ、半減攻撃18倍、2コンボ化3、固定500万ダメージ、神タイプの全パラ 2.5 倍と、無難に織姫飛行士と合わせれる性能をしてますので、今日は合わせて、新万寿破壊していこうと思います。編成こんな感じです。はい。リーダーが銀千代です。10強遅延2つ、光軽減2つに、こちら、織姫武器継承で火力枠として使っていきます。で、続きまして、サブの織姫彦星、無効感スキブ潜在ドラゴンキラーに、マーベル武器で火力枠で使っていきましょう。もう織姫彦星はね、最強の生成ループ持ってますからね。めちゃ優秀です。織姫彦星、無効感毒目覚めドラゴンキラーに、こちら、エアリアル武器継承です。火力枠で使っていきます。ゼルクレア、スキブ潜在遅延2つに、こちら、白の武器つけてあげて、からの織姫彦星リダチェンです。スキブドラゴンキラー2つ、光軽減2つに、シャー武器継承で、76リーダーチェンジで使っていきます。ラスト、イシスネフティスが、LG アシスト無効回復強化プラスに、抱き武器継承って感じになってます。今日はこちらの編成使って、新マンチャレンジ破壊していこうと思います。まあ、ネフティスとイシスと合わせるのもね、織姫彦星すごい強いんでね、実際に使っていきましょう。さあ1階層からやっていきましょう。リダチェンしてあげて白武器使いましょう。イシス使ってあげて、ゼルクレア使って1段階目進化していきます。ゼルクレアはね、もうひたすらここから進化していくって感じです。はい、これでゼルクレアもう1回進化してあげて、リーダー織姫彦星使ってから織姫武器使ってあげて、全体入れながらワンパンしていきます。なんだこの盤面。はい、これで水と光の全体攻撃入れながら盤面全力組んでいきましょう。さあこれで、まあ、右側ターゲットもちろんしてあげて、右だけでワンパンしていきます。はい、これで破壊していきましょう。突破です。さあ続きまして2階層です。2階層も織姫彦星の2段階目使ってあげてぶん殴っていきましょう。でここはイシス使ってもらって大丈夫なんで、はい、織姫彦星使ってからイシス使ってあげてワンパンしていきます。まあ、適当にこんな感じで平積み全力コンボ組んであげて、まあ、回転力組んだら一番強いんですけど、無理に組む必要はないんで、もう平積みしてあげてこのまま破壊していきます。 OK、 これでしっかりとワンパンしていきましょう。当然のワンパンですね。この辺ってちょっと面白いよね。フレンドに意思進んでるからさ、フレンドだけ火力ちょっと低いっていう珍しい編成ですね。基本サポート枠ってサブに入ることが多いんだけど、この編成はイシスフレンドだからね、例外って感じです。でここはゼルクレア使ってあげて十字組みながら殴っていきます。てか十字1個しか組めんやん。だる。まあでも別にこれでいいでしょう。はい、水エール含みながらまずは10コンボで一発殴ります。必ずね3色だけは組んであげて、まあ、長くらいもちょっとは降ってきますけども17コンボで殴っていきます。ほぼ降ってきてないしな、しかも。で織姫彦星の2段階目使ってあげて平積みしていきます。十字に関してもね、もちろんね、イシスネフティスが持ってくれてますからね。このこいつらのおかげでしっかり対策が簡単にできます。はい、てかもうこんなんでいいよ、別にどうせワンパンだし、無理に全力コンボ組む意味がない。なんなら無駄な落ちコン。さあこれでしっかりと2パンしていきます。はい、だから普通にイシスはアシスト無効回復としても強いけど、超くらい目返したりするのも結構な利点になってるかなと思います。で4階層は織姫彦星使ってあげて、ミゼール2セット組めるなら組んでください。組めなかったら1セットで大丈夫です。いきます。まあさすがにこれは組めるでしょう。
で、とりあえず水エル2セットと6色組めてれば大丈夫なんで、はい、これでしっかりと一発殴ります。 OK、 6色じゃない、ごめん、3色ね。水エル2セットと3色組めてれば大丈夫なんで、まあ全然1セットでもいいので、最悪とにかく水エル1セットでもいいから3色は組んでもらって、で、2パンしていきましょう。これでいい。難しかったからパズル。はい、これで11コンボ組んであげて、このまま2パンで破壊していきましょう。ナイス火力。織姫飛行士がマジやべえ。サブの火力一生えぐくない？一生火力出してるもんね。さあ5階層です。ここはもちろんワンパンですね。まあここら辺は本当に織姫飛行士がすごい強いだけとも言えるんですが、イシス自体の相性もめちゃめちゃいいので、リーダースキルのね、結局イシスのおかげもありながらしっかり破壊していきます。わーお、 This is perfect。 14コンボ1面ですね。これ一番強いです。4160、あーもうずる、7000倍。当然のカンストを倒していきます。リーダーもキラー乗ってるんでね、実際は全カンストです。さあ6階層です。6階層はまあとりあえず全体入れながらワンパンしていきましょうか。織姫彦星使います。いいね。うわ水全体、あ、まあいいや、そんな別に火力カツカツなことないと思うんで十分倒しきれると思います。まあなおさら落ち込む乗ったから楽勝っすね。はい、これでワンパンしていきましょう。全体入れながらワンパンです。そしたら7階層ですね。ゼルクレアからの抱き吹き使ってあげて、まず半分まで削っていきます。はい、ゼルクレア使って76マス拡張で、かつ HP2 倍にしていきましょう。これで HP 半減も消して、織姫彦星使ってから抱き吹き使います。はい、でまずは一発普通に削りましょう。よいしょ。ここ回復エールじゃなくても受けれますが、ちょっと今回 HP がね低めなんで、まあでも余裕で回復追いつくしな、別に大丈夫ですね。ここちなみに回復エールじゃいらないようになってます。ギリギリいらない調整になっていて、まあ、なおかつこれで半分まで削っていきます。 OK。 そしたら1ターンだけここで耐久しましょう。耐久してあげて、耐久っつっても別にあの平積みするだけでいいんで、適当にこんな感じで、まあ、とにかくあの3色だけは組む。でここ無効貫通どうせ発動しないんで削りきれないんで、まずこれで一発殴り、はい、もうこれ上限引っかかりまくります。こんな感じで、なんでこれで引っかかりまくってあげて、あとは織姫彦星からの銀地を使って倒していきます。オッケー、これでゼルクレアもね溜まり直すんで安心っすね。あ、やべ、使う順番間違えた。まあいいや、行きます。みんなは間違えないように注意ね。はい、これでしっかりと水木光の全力含みながら倒していきましょう。ダメージ無効貫通ね、銀鳥のおかげで発動してますので、これ利用しながら回復エルジも組んであげたらもう十分でしょう。これで2パンして3パンしていきます。はい、6階層闇の場合は3パン、水の場合は2パンって感じになってます。そしたら8階層は右タゲしてあげて、ゼルクレアと織姫彦星でワンパンしていきます。もうこんなもん最強なんでいきますよ。絶対ワンパンチャンネルいくぞ。織姫彦星使ってゼルクレア使いましょう。これで、うわーちょっとミスってんな、せっかくだし。これで OK、 盤面最強組んであげて、でもこれ右タゲで全力殴りしていきます。2800倍、3400倍、いいっすね。右タゲしてあげてしっかりと削っていきましょう。ナイス。でこのまま2パンで破壊していきます。はい、めちゃくちゃ頑張れば1パンいけるのかもしれないですけど、基本2パンでいいですね。1パン狙うメリットがほとんどないので、普通に2パンすればいいと思います。よいしょ。多分2パンかな、そもそも。さあこれで OK、 盤面全力組んであげて、あとはもうこのまま破壊していきましょう。14コンボです。15161755990倍の火力利用してあげて、さあこのまま2パンしていきましょう。突破です。そしたら続きまして
9階層ですね。はい、9階層は1から3ターンで突破していきます。レイナンバードはワンパンできるんじゃないかな。多分ワンパン狙っていきましょう。織姫彦星使います。はい、これで回復エルジュ含みながらの全力殴りしていきます。もうすごいよ、4000倍。あ、もうね、ほらね、4色目覚めがあるからね。ここはこれで回復エルジュ含みながら一撃で持っていきましょう。リダフレ固定ステンマンで破壊していきます。ナイス。やっぱイシスの倍率もすごいいいね。相方イシスも無難に強いな。やっぱ安定感めっちゃ上がってますからね。新マンズですらこの対応力なんで強い。で、10階層は織姫彦星使ってあげて殴っていきます。やべ、なんかめっちゃミスってる。やばい、ちょ、落ち込ん頼む、落ち込ん頼む。めっちゃミスった。はい、最高。イカ様落ち込んですと。イカ様落ち込んです。本当はこのちょっとこのミスがあったら本当は2パン。あ、普通にこれあれか、火力足りないのか。なるほどね。え、でも足りるよな。あ、まああれか、多分今のは回復エルジ組んでないからかな。多分そのせいだと。まあまあ別に、でもここは2パンしましょう。本来は1パンできるはずなんで。よいしょ、これでまあシールド割っていきます。回復エルジ大事やね。さあ、これでシールドぶっ壊していきます。シールドワンパンしようと思ったら回復エルジの全力コンボは組みたいですね。で、クーバーシェンはここはゼルクレア使ってまずは一発削ります。はい、ゼルクレアで覚醒無効回復でからの織姫彦星使ってまずは一発殴りましょう。これで回復エルジュ含みながら全力コンボ組んであげて12コンボ組んでいきます。13、14。さあ、これでまずは一発削り強すぎる。ちょうどいい感じに削りましょう。で、織姫彦星からの銀地を使ってあげてダメージ無効ガンズって、また使う順番間違えたけど、絶対銀地をね、あの後打ち、あのしないでね。つまり先に銀地を使ってもらえれば大丈夫なんで、盤面悪くなるからね。はい、まあただこれで回復エルジ含みながら盤面8コンボ組んであげて、もうこれで大丈夫ですね。11コンボ組んで突破していきましょう。絶対銀杖先打ちからの織姫彦星使ってください。もうそうするとパズル楽なんで。さあ、これで2パンしていきます。そしたらラストボス階層です。ボス階層は2圧で半分まで削り切れる火力持ってますので、まあ回復エルジ含みながら殴れるといいかなって感じですね。織姫彦星使いましょう。で、回復エルジュ含みながら全力殴りしていきます。14、15、16コンボ。さあ、これでまずは一発回復エルジュ含みながら削りです。はい、そしたら織姫彦星使ってあげてもう一発殴っていきましょう。回復エルジュ含みながら殴っていきます。オッケー、これで回復エルジ含む平積み全力コンボ組んであげて、さあ、いい火力じゃないですかこれは。オッケー、4900倍入れてあげて半分まで回復エルジ含みながら持っていきます。ナイス火力。そしたら半分時ですね。もちろんイシス使っちゃいましょう。はい、これでイシス使って激減発動して発狂攻撃受けていきます。ここでイシスが使えるから強いんですね、イシスは。だから優秀なんだよな。まあ、もちろん回復エルジ含みながら殴っていきます。やべ、パズルむず。はい、これでまあ殴りましょう。まあ、こんな感じで削ってあげて、ちょっとまあパズルミスしたんでワンパン無理かもしれんすけど、まあ、これで回復エルジ含みながらちゃんとシールドぶん殴っていきます。で、イシスのおかげで発狂攻撃は余裕で耐えれます。マジで強いんだよね、イシスが。イシス偉すぎね。
まあ、その分火力はちょっと落ちてるのでシールドのワンパン破壊は難しくなってますけども、まあ、落ち込むよかったら当然簡単にシールド壊せますし、まあ、落ち込む悪くても盤面パズルちゃんと組めてれば大丈夫です。俺が回復 L 字パズル苦手すぎるだけなんで。はい、これで2パンでしっかり破壊していきましょう。 OK。 そしたらもうあとはねしっかりと2パンで破壊していくだけなんで全力殴りしていきましょう。織姫彦星使います。いいね、こういうパズル最高ですね。これで回復エルジュ含みながら2800倍からの落ち込む乗っていいですね、4700倍ぐらいかな。さあこれでしっかりと回復エルジュの力で削り、そしたらラスト一発も織姫彦星使って突破していきましょう、まあ、という感じのね編成でした。いかがでしょうか。マジで織姫彦星使いながらひたすらパズルしていけば簡単に破壊できますし、何よりですね今回新しく使用したイシスですね、もうサポーター性能としてはマジ破格な性能を持っていてくれてて、すごい強いキャラなんで、まあぜひ組める人はね使ってみてください。ということで今回はイシスを使って新マンチャレンジを破壊する動画でした。めちゃくちゃ優秀なキャラなんでぜひよかったらイシスと織姫彦星合わせて使ってみてください。さあラストに世界最強火力で突破していきましょう。ということでチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。